金プリだった洋平様さんの再出発応援で真っ赤にライトアップ名古屋の中部電力ミレイトワラーファンの勇志が企画オアシス21も真空に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。23日夜、真っ赤にライトアップされた名古屋坂への中部電力ミレイトーラー。これは見に来たファン。 平野く君の応援プロジェクトを見に来た。22日、ジャニーズ事務所のキング、リンチェを脱退した名古屋市出身の平野耀さんの再出発を応援しようとファンの勇姿およそ200人が企画したライトアップです。ップス23日は、平野さんの新たな門出を祝おうと、多くのファンが集まりました。中部電力ミレイトワーを通常。 個人の依頼によるライトアップは行っていないということですが、今回は応援広告を支援する会社がファンの思いをまとめて依頼したことで実現。すぐ隣のオアシス21も含めて名古屋の街が平野さんのメンバーカラーのシンクに染まりました。見に来たファン、綺麗です。 平野紫く君は名古屋のスターだなと思う。また平野紫く君が活躍して、それを見られる日が来たら良いな。CBC テレビ。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。